さあ、らっきょうが真剣だぞ。パリーグの盗塁王か、芸能人の爆走王か、今スタートです。さあ、あ、これはまあ走りやすい、まあ、ウェアはラッキョの方はウェア的には走りやすいよな。そうですね。さあ、かなりのお客さんが見守ってます。夢の 100m 対決。おさあ、今スタート、コースタートした、コースタート、両者コースタート、松井が出るか、松井が出ている、井出も追う、井出も追う、さあ両者互角か、互角か、松井か、井出か、松井か、井出か、松井が出ている、中跡とはいえ見事な走り、両者固い握手です。誰も流してましたね。11秒5、いやー、電動で流して11秒52、11秒52、イデラッキョ11秒91と、両者ともに11秒台。それでも11秒台ですけど、はい、ラッキョやっぱ1年ぶりでちょっとタイムは落ちてますよね。ちょっとそうですね、でも運動不足で、でも11秒台出すあたりすごいけども、松井さん、はい、最後流して、うん、バテましたいやでももう相手のラッキョさんの動きを見て勝ったと思いました。そうそうそう、ゴール前はね、それちょっともうスピード落としたんですけど、途中はどうでした？途中は、いや途中はちょっとどうかなと思ったんですけどね。はあ、これはどうでした、ラッキョ君、走っててやっぱりスピードが違いましたか？僕もあの最初の 10m でちょっと流しまして流すな流すな、いけいけ、いつもかかってる、いつもが、いややっぱり早いですね、さすがにね。ねえ、いや、やっぱり違うもんですね。東野監督、はいはい、やっぱり現役の凄さをまざまざと見せてくれましたけども。いや、ほっとしましたよ、これで。ねえ、これ負けてる場合ないですもんね。ねえ、年俸1億円の夢じゃなくなりましたよ。これ今ので1億円。いやいや、年俸はね、もう約束されたんです。可能性ありますよ。明日から松井君 100m 出しばかりすんちゃうかなこれで2億、これで3億とかいうのね。いやいや、はい、もう一度スローを。さあさあ、こちらですけども、こんなちょっとスタートはイデの方が良かったのよな。スタートはラッキョさん良かったですね。ラッキョ君の方が良かったですよね。ここでもうちょっとあの松井さんが出た、出てるんですよね。もう 30m 次から松井選手、あ、ちょっともうバテた、ラッキョがここでバテた、もうここで諦めて流して勝ち、わあ、すごい勝利ということになりました。いやいや、真剣に二人で見てますけど、真剣に見て、ラッキョ君どうでした、今のスローを見てて。やっぱ僕ちょっと手の振りとか見ると、やっぱちょっとトレーニング不足ですね。トレーニング不足、まあ、お笑い芸人が手の振りのことまで言ってますよそんなことより言葉の振りを